はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日もですね、キャンプ場に来ておりまして、こちらスームルームさんのですね、新作テントをレビューしていきたいなと思っております。こちらですね、八角形型のタワーテント、ワンポールテントになりまして、エルク 4.0 というですね、新作のテントになっております。こちらがですね、なんと大型のですね、 TC のテント、ワンポールテントになるんですけれども、なんと値段がやばいんですよ。スームルームさんね、コスパがやばすぎて、お値段がなんと 19,999 円。これね、この後設営していこうと思うんですけれども、かなりね、期待大なテントになってると思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。では早速なんですけれども、こちらね、収納サイズの方から見ていきましょう。まずね、表記上は横が62センチ、そして奥行きが28センチの高さが23センチという表記になってたんですけれども、実寸ね、測ってみましょう。まず横幅の方が、こちらが実際にはですね、だいたい58センチぐらいですね、横幅が。そしてこの奥行きですね、奥行きの方はだいたい同じ28センチぐらい、高さの方がそうですね、20センチぐらいですかね、の高さになってます。表記よりもね、少し小さいサイズになってると思います。あと重さの方がですね、全部これ込み込みで約 9.5 キロの重さになっております。では早速ですね、こちら中身の方ね、出していこうと思うんですけれども、まずね、収納袋の方がこちら持ち手の部分が結構ね、長めになってます。これ肩からもかけられます。今日ね、肩にかけて持ってきました。そしてね、このコンプレッションベルトの方が、このバックルがついてるタイプで、ほんとね、テント作ってるメーカーさん、袋全部これにしてほしい。ここでね、バックルで外せて、後でね、こう閉まった時にカチャッとしてですね、ここでコンプレッションかけられるんですよ。これがめちゃくちゃ嬉しいんですよね。このように開いて、袋の方がですね、ダブルファスナーでですね、ファスナーの方は SBS のね、ファスナーになってます。これ袋の形は先日ね、ご紹介したスームルームさんの別ブランドのディアーエストさんって読むのかな、のテントとね、同じような収納袋になってます。ガバッと開きまして、こちら中身のね、膜の方はこのようなですね、ベージュ色、サンドカラー、コヨーテとかね、いう色になってます。そして膜の方を取り出しますと、このね、膜のね、コンプレッションベルトもね、みんなこれにしてほしいんですよ。紐じゃなくて、このバックル式でコンプレッションね、かけられる、このタイプになってます。こちらを開けますと、これがね、膜本体ですね。よいしょ。ここにですね、ペグ関係が入っていて、あ、しかもこの袋もすごいですよ。中が見えますか。ちょっと2部屋になってるんですよ。間仕切りがあって、こっち側にこのペグ、そして反対側にこのなんか紐とかですね、こういうのが入ってます。これはね、ありがたい。この袋の中がね、2部屋に分かれてます。で、こちらがですね、設営ガイド用のこういったね、ものになってまして、ここにね、ペグを1本刺して、で、先ほどあったこのロープですね、この先っぽをペグダウンしていくという仕組みになってます。これが設営ガイドですね。あとはペグの方がこちらですね、スームルームさんのね、ペグ、非常にしっかり使えるね、ステンレス製の25センチのペグが16本入ってます。今日はね、このペグを使っていきます。そしてあとね、ここにメインポール、ポールの方が入ってます。ポールの方がこちら5本つなぎですね、5本つなぎのポールになっていて、先っぽのところにですね、このようにここにね、ランタンとかそういったものをね、引っ掛けられるようなパーツがついてます。ポール自体もですね、差し込むだけのタイプになってますので、このようにね、簡単に差し込むことができます。これも最初に、ね、組み立てちゃいましょう。はい、これでね、ポールの方の組み立てが完了しました。ではあとね、こちらが膜本体になりますので、先ほどのこの設営ガイドを使いまして、早速ね、設営の方をやっていきましょう。はい、ではですね、設営ガイドの方をあちらにですね、真ん中にペグを打ちまして、ここにハトメがあるので、このハトメのところにですね、ペグを打って、このように引っ張っていきます。
引っ張っていって、ここのですね先端部分、ちょうどあの設営ガイドが八角形になってますので、八角形の角の部分にですね、この紐をギューッと引っ張ってですね、ここのね各一番ね引っ張ったところをそれぞれですねペグダウンしていきます。ポピンと引っ張って、ここにペグを打っていくというやり方になります。はい、これでですね、この設営ガイドの方を使って8箇所ですね、ペグダウンの方が完了しました。8箇所ね、ペグダウンが終わったら、この設営ガイドの方はもう使いませんので、これね、抜いてしまって片付けてしまって OK です。はい、ではですね、ペグの方が打ち終わりましたので、これでね、膜を広げて、膜のですね、それぞれ8箇所、角のところにこういったね、ループがありますので、これをね、ペグ打ったところに引っ掛けていきます。はい、ではですね、8箇所ですね、ペグの方にループを引っ掛けました。では、この後はですね、先ほど組み立てたポールの方をですね、センターに差し込んでいきます。ちなみにこの状態でですね、このループをはめ込むときは、ここね、一番伸ばした状態でね、はめ込んでください。あとで、ホールを入れた後にね、ギュッと引っ張って、針状況を調整いたします。では、ポールの方を入れていきましょう。で、ポールなんですけども、先っぽにね、こういうパーツがついてました。基本状態はね、この尖ったポールなので、これね、タープポールとしてもね、使えますね。これを差し込んであげて、膜をね、突き破らないようにしてあげてください。はい、これでね、テントの方が立ち上がりましたので、先ほどのね、ループのところを引っ張って張り具合の方をね、調整していきたいと思います。はい、ではですね、今これで各ね、ループの方を引っ張って張り具合の方を調整しました。上のね、このベンチレーションちょっとね、やり忘れちゃったんですけど、今ね、ここ開けてちょっとちゃんとやりましょう。こちらのね、ファスナーの方も SBS のファスナーでですね、非常に動きはスムーズですね。ちなみにファスナーの方は、よいしょ、ダブルファスナーですねになってます。で、ここのベンチレーションのところは、あ、特にね、突っ張りみたいなものはここはないですね。この状態でここにね、芯が入っているので、少しね、こう浮いてというか隙間ができて、空気のね、流れができるような仕組みになってるみたいです。ではね、これで一周ね、ちょっとテント見ていただこうと思います。かっこいいですね、シンプルで。設営もですね、非常に簡単です。八角形なので、今ね、8箇所ペグを打って、ループかけて、ポールをね、入れただけです。あと、それぞれですね、この8箇所、真ん中あたりに、このようにね、ガイロープがついてますので、中の空間をね、広げたりとか、もしくはね、風が強い日なんかは、これをそれぞれ引っ張ってあげてですね、ペグダウンしてあげると、よりね、耐風性とかね、中の居住性がアップすると思います。こんな感じですね、一周見ていただくと。ちなみにこちらですね、スペック、高さのサイズの方が、高さが2m40cm、この一番長いね、下の底辺の部分の長さが 3m85cm というね、広さになってます。で、入り口は今ね、見ていただいたこちらの正面と、
あとこのね、ちょっと中入ってみますけども、中入って、この反対側ですね。こちら側、2箇所ね、開けることができます。2箇所ちょっと開けてみましょう。こちらの裏側も、ガバッと開けまして、このようにですね、風を通すことができちゃいます。もちろんそれぞれ今ね、開けたところは、くるっと巻いてですね、止めることもできると思いますので、そうですね、ここにループがね、ついてますんで、ここでね、止めることもできます。はい、ではですね、今参考までに、画面見てこの右側だけですね、この外側のガイロープを3本ね、引っ張ってみました。中のね、様子ちょっとね、左側の引っ張ってない方とね、見比べていただこうと思います。まずね、中に入ってみますと、結構これがまたね、広いんですよ。で、こちら側ね、今引っ張ってあるので、このちょうどこの辺りからね、少し外側の方に引っ張られてね、中の空間が広がっていると思います。それに対して、こちら側ですね、ちょっとわかりにくいかもしれないんですけども、こちら側ね、ガイロープ引っ張ってない状態です。これでもね、十分広いんですけども、このちょうど真ん中あたりがね、少しこう、たわんでくるような感じにはなりますので、引っ張ってあげた方がですね、中の空間っていうのは広々とね、使っていただけるんじゃないかなと思います。ではね、中の特徴の方をね、お伝えしていこうと思うんですけども、もうね、お気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、これ外側のスカートではなくて、内側にですね、スカートがあります。この内側にスカートがありまして、それぞれですね、この8箇所角のところに、このちっちゃいね、ハトメがついてますので、こちらのハトメをですね、ペグダウンをすることによって、冬場とかね、冷気の侵入を防いだりとか、そういったことができます。ただし、夏場ですね、このスカートを巻き上げたいぞという時には、こちらはですね、巻き上げ用のトグルはついてませんので、巻き上げることはできません。ただね、今、この状態で両サイドね、開けて、風も今日そこそこあるので、かなり風通しはいいです。しっかりとしたね、厚みのある TC の素材になってますので、濃い影をね、しっかりと作ってくれて、夏場でもね、中にいると涼しくね、過ごせるんじゃないでしょうか。あとはですね、これ面白いのが、この上を見ていただくと、ここにね、ループがあるんですよ。ガイロープが通ってまして、これ全部ね、こっち側にも、ガイロープ通ってるんですけど、ここにですね、なんかこう、ランタン引っ掛けたりとか、ここでね、張り具合は調整できますんで、もっとピン張りしてあげれば、ここにランタンを引っ掛けたりとか、何かね、冬場であればちょっと洋服を引っ掛けるとかですね、そういったもの、何か使ったものを乾かすとかですね、そういった用途で使うことができるループになってます。さらにね、冒頭お話しした、こちらのね、ポールの方にも、こちらのですね、ランタンとかを引っ掛けられる、パーツの方がついてますんで、ここにね、LED ランタンとかそういったものを引っ掛けることができます。で、こちら上側ね、2箇所、こちらと、こちらにね、ベンチレーションがあります。で、さらにですね、私は、薪ストーブ持ってないんですけれども、こちらにですね、煙突用の穴がついてますので、薪ストーブね、冬場に使う方にとっては、こちらからですね、薪ストーブの方を、煙突を出してですね、使うこともできます。で、こちらベリベリベリってね、マジックテープで開けて、ここをくるっと巻いてですね、ここのトグルで止めて、ここからね、煙突を出すというような使い方もできる仕様になっております。いや、これはね、薪ストーブ使う方にとっては非常にね、ありがたい仕様なんじゃないでしょうか。で、さらにですね、今こちらね、片面だけこのようにね、開けてるんですけども、この入り口側、もう一つこちらのパネルも、今あそこをですね、ペグで止めてますんで、あれを取ってあげれば、こちら側もですね、ガバッと開けて、このトグルでね、止めることができます。反対側も同じように、こちらね、開けることができますので、8面パネルのうちの4枚をね、開放して使うことができるという仕様になっております。ではね、この2枚もね、開けて、さらにね、風通しよくしてみましょう。はい、ではですね、こちら、今ね、閉じていた片側のね、もう半分も両サイドね、開けてみました。この状態にすると、ものすごく風が抜けますので、夏場でもね、涼しくね、過ごすことができるんじゃないかなと思います。
ではこの後ですね、サイズ感ちょっと皆さんに見ていただきたいので、今日はですねコットではなくてインナーテントですね。付属でインナーのテントはありませんので、今日はね夏の仕様を想定してインナーのですねカンガルーのメッシュのテントを持ってきましたので、そちらを組み立ててねこの中に設営してみたいと思います。はい、ではですねインナーテントの方を入れてみました。今日ね持ってきたのは、前にね動画でご紹介しましたサウスウィンズさんのカニ座テントのねインナーテントの方を持ってきてます。こちらね入れてみると大体こんな感じ。ちょうどねこの開けてる面、風が強いんでねちょっと浮いちゃいますけども、ペグダウンしてないんでね、こんな感じでねサイズ感的にはちょうどいいと思います。そして反対側ね、空いたスペースに今テーブルとですね椅子の方をセッティングしてみるとこんな感じ、十分な広さがあると思います。冬場であればもう少しね椅子とかを下げてあげて、この真ん中あたりにですねあの煙突穴の下に薪ストーブを入れてあげても2人でね十分過ごせるぐらい、こちら側に例えばコットとかマットをね2台並べて、こちら側をねリビングスペースというような感じで使っていただけるようなねサイズ感になってるんじゃないかなと思います。でねこれね巻き上げて1個ね思ったことなんですけれども、ここのね巻き上げのこのトグルがですねここ1箇所しかないんですよ。で下の方にねもう1箇所できればね欲しいなというのはあります。というのも1箇所だけの巻き上げだと下がねちょっとねこんな感じでねダラッとなっちゃうので、できればねもう1箇所下の方にですねこのトグルねループの方が欲しいかなというのはありました。でもね後ろから見ていただくとねこんな感じでかなりね広々と使えて、これだけの居住スペース、しかもねしっかりした TC 素材でね作られていて、オールシーズンでね使っていただけるテントなんじゃないかなと思います。いやこれやっぱね19,999円は正直ちょっと安すぎますね。しっかりと外側には見えませんけども、内側にですねスカートもついていて、細かいところですけどこういったねループがついてるので、中にねいろいろ引っ掛けることができたりとか、薪ストーブ使う方にとってはこの煙突の穴があったりとかですね、この開け方もねいろんなアレンジで開けることができますんで、かなりね幅広い方に楽しんでいただけるテントなんじゃないかなと思います。はい、ではですねこちらのインナーテントの方に寝っ転んでみたね様子も見ていただこうと思います。今日ねマットとか何も持ってきてないのでね、ちょっと背中ゴツゴツするかもしれないんですけど、まあでもここねちょっと草なんでこんな感じで、よいしょ、あこれいいですね。ちょうど今ね日陰になってて涼しい。ちょっと風が強いんでね後ろ側はね今閉めちゃったんですけど、これでねインナー閉めてみるとこんな感じ、あーもう十分ですねこれ、あー気持ちいい、あーこれはいいわ。これでね夏場も虫気にせずにですねしっかりとですねテントの中でね過ごすことができますんで、寝る時もねこれで安心して過ごせるんじゃないかなと思います。で冬場なんかはねこのインナーテントいらないので、直接マットとかコットとかをね置いて中でね過ごすこともできると思いますし、これはね相当快適に過ごせると思います。こんな感じです。はい、ということでですねいかがでしたでしょうか。本日はですねスームルームさんの最新のですねテント、こちらのエルク 4.0 ご紹介させていただきました。いやこれですね比較になってくるのが人気のテントですね、天幕デザインさんのサーカス TC とね比較になってくるんじゃないかなと思うんですけれども、サーカス TC は高さが 2m80 あるので、これよりもねもう少しだけ大きいサイズ、幅なんかも 4m20 ぐらいあるので、これよりもね高さも幅も40センチぐらいね大きいサイズになってくると思うんですけれども、それよりもかなりお値段抑えめ、 19,999円でですねこのスペック、スカートもついて煙突穴も開いていると、
サーカス TC に関しては煙突穴は開いていなくてですね、この辺のねチャックのところトリプルファスナーに最新型はなっているので、そこからねこう煙突を出すような形になっているんですけれども、こちらのエルク 4.0 に関しては標準でねこの煙突穴が開いてますので、薪ストーブをね使いたい方なんかにはこちらはね便利な機能なんじゃないかなと思います。しっかりとですねこの TC の厚みもあってですね、日陰も濃く作ってくれるので、夏場もですねこのようにインナーのですねメッシュのテントをカンガルーとかで入れて使うもよし、冬場は冬場でですね薪ストーブを入れてコットとかマットを敷いてですねぬくぬくおこもりキャンプ1人から2人用っていう感じでねしっかりと使っていただける、かなりコスパの高いねテントなんじゃないかなと思いました。概要欄の方にねリンク貼っときますので、これはね正直2万円切るのはすごい、さすがスームルームさんだなと思いました。収納もね思ったよりもコンパクトなので、大型のテントは欲しいんだけれども収納とかね持ち運びサイズが気になるなという方にもねおすすめできるテントなんじゃないかなと思います。このね内スカートもね個人的には結構ねいいなと思いました。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。